にちは、和田芳美です。今日の姫ご飯は手作り芋けんぴを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。でまず最初に今回さつまいもは皮ごと使っていくので、たわしとかでねしっかり汚れを落としてあげてください。でキッチンペーパーで水気を拭き取ってあげて、であちなみに今回さつまいもこれ1本丸々使っていきます。で上と下のね硬い部分は切り落としてあげて、で5ミリ角の棒状に切っていきます。でちなみに出来上がった芋けんぴはだいたい3、4日くらいは日持ちするかなと思います。で、このねさつまいものを切っていく時なんですけど、その5ミリ角に揃えてあげるのが大切で、なんだろう、細いのと太いのがあるとこの後ね揚げていく時にそのサイズが違うと細いのは先に焦げちゃったりもするし、太いのは揚げ上がりがなんだろう、ちょっとしっとりしてしまって水分が抜けきらなくてしっとりした感じに仕上がるので、まあ、できる限りねサイズは揃えてあげると揚げ上がりが整うので、気をつけていただければと思います。で今回さつまいもはお水にさらしたりとかもしないし、でこのねフライパンに入れて冷たい状態で油を入れていきます。でそうすることによって揚げた時にさつまいもの水分がしっかり外に出て食べた時にねこうカリカリしたあの芋けんぴが出来上がります。で最初強火で火にかけて油がブクブクしてきたら、まあ、中火にしてあげて、まあ、たまにね混ぜながら揚げていただければと思うんですが、さつまいもね途中でその火に通ってくるとまず途中でちょっと柔らかくなってくるんですよ。でさつまいもが柔らかくなってきた状態でこう箸でねほぐしてしまうとさつまいもがどんどん折れてしまったりもするので、その表面がちょっと固まったぐらいでくっついてるさつまいもをこうバラバラにするような感じにしてあげると良いと思います。はい。でまあ適度にね表面が固まってきたらちょっと軽く混ぜながら揚げていただいて、であとは、まあ、たまにちょっと味見とかをして、でちょうどいい硬さ、芋けんぴ食べた時のちょうどいいこうパリパリ感になったら油から取り出してあげてください。でこれね揚げ物用のザルみたいなのがあるとすごく取りやすいんですけど、そういうのないんでちょっと箸で頑張って引き上げております。で、揚げ上がったさつまいもにねその砂糖のコーティングをしていくんですけど、このね砂糖の加熱具合がちょっと難しくって、このね砂糖とお水を入れてで火にかけて、でちょっとねそのとろっとした感じになったらさつまいもを入れていきます。なのでこのちょっと見極めが難しいんですが、そのさつまいもの砂糖水がちょっととろっとしたところでさつまいもを入れて、で全体的に混ぜてあげて、でそのなんだろう、お水っぽさが汁っぽさがなくなったかなと思ったら、クッキングシートにね全部出して、でさつまいもを入れのせて、で箸でねこうバラバラにしてあげます。はい。でこのねその砂糖の加熱具合の見極めがちょっと難しくって、このあとちょっとやっていくんですけど、一旦これは完成です。で、これまずねこの砂糖水がこれだとうっすらと黄色くなってるじゃないですか。でこれだとちょっと加熱しすぎなんですよ。でこの状態でさつまいもを入れてしまうと、もうね砂糖水がちょっと飴状になっちゃって全部くっついちゃったりもするので、加熱しすぎると飴っぽくなって全部さつまいもがくっついちゃって大変なことになるのと、逆に加熱が甘いと砂糖のコーティングをした時に表面の砂糖が固まらないんですよ。なのでなんかちょっとしっとりした食感になってしまうので、そこのね見極めがちょっと難しいので、まあ、もしかしたら1回でできないかもしれないんですけど、ちょっと1回やったらね多分こんな感じかなっていうのが分かると思うので、その砂糖のね加熱の仕方はちょっとやってみて感覚をつかんでいただければと思います。まあ、とろっとしたぐらいが一番ちょうどいいさつまいもを入れるタイミングなので、そこは見極めていただければと思います。では完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。
お芋の味がギュッと濃縮されてて、食べた時にねカリカリした食感も美味しくておすすめです。あ、ちなみに保存期間としては、まあ、こんな感じでね、保存容器とかに入れていただいて、まあ、3、4日ぐらいかな。まあ、常温でもいいけど、一応手作りだから冷蔵庫に入れておいた方が安心かなと思いますので、3、4日ぐらいで、まあ、それよりも前に食べきっちゃうかもしれないんですけど、保存していただければと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。いや、こういうね、芋けんぴってなんか買うものだと思ってたんですけど、意外とね家でも作れるし、ただこの砂糖のコーティングがね、まあ、ちょっと作り方のとこでも言ってるんですけど、砂糖のコーティングが難しいので、まあ1回は失敗しちゃうかもしれないんですけど、多分2回目からうまくいくと思います。